セビリア大聖堂は、スペインアンダルシア州セビリア兼セビリアにある大聖堂。スペイン有数の規模を持つ大聖堂であり、世界3位の大きさの大聖堂と紹介されることがある。レコンキスタ以前はこの地には巨大なモスクが建っていたと言われている。隣接するヒラルダの塔は、かつてモスクの戦闘だった。モスクを破壊した後に教会が建てられているが、建物自体に、 モスクの名残がいくつか見られる。例えば、免罪の門から入った場合は教会に入る前に中庭が存在するといったところである。クリストファー・コロンブスの墓がある。1987年、セビリア大聖堂は、セビリアの大聖堂、アルカサル・インディアスコ文書館の一部として、ユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ヒラルダの塔は、ミナレットとして12世紀末に建設され、16世紀になって、首労として転用された。高さは95.5メートルあり、アレクサンドリアの大灯台を模した、細長い四角柱の上に八角柱が乗り、最上部に円柱状の構造物がついた形式となっている。1504年に発生した。 セビリア王自身の際に、カトリックの殉教者聖、ユスタと聖ルフィーナの姉妹が現れて、塔の崩壊を防いだという伝説があり、17世紀に、ムリーリュヤコや、スルバランなどによって、画題として用いられ、ヒラルダの塔は、世界的に知られるところとなった。聖、ユスタと聖、ルフィーナは、リスボン王自身の被害を、最小限に抑えたとも信じられており、 セビリア大聖堂の守護聖人となっている。ルルブスペイン 1213JTB パブリッシング P79ISBN 978から45億3308万4652サンピエトロ大聖堂ロンドンのセントポール寺院に次ぐ規模マップルマガジンスペイン秋文社 P87、ISBN978 から43億9826万9461、スペイン最大のカテドラルルルブスペイン1213、JTB パブリッシング。P6、ISBN978 から45億3 3百8万4652、モースコー基礎に建造されたカテドラル。ABC 河村秀和。 タワーの文化史マルゼン出版2013年 ISBN978 から4から621086995ピアニッシも16から20ありがとうございます。